い、皆さんこんにちは、星の子です。今日は秋の10ルック紹介していきたいと思います。まず1着目はパキッとしたホワイトカラーのワイドパンツとゆるっとした可愛らしいピンクカラーのニットトップスを合わせました。カジュアルに着こなすためにナイキのスニーカーを合わせてます。上下ともとてもリラクシーなゆるゆるっとしたものなんですけど、パキッとしたホワイトのカラーを入れてあげるとメリハリがつくコーディネートにまとまるんですよね。このコーディネート気に入り。このゆるゆるっとしたアクテのねトップスもすごく気に入ってて、前に買ったから今もないかもしれないけどずっと着てる。でクリアなメガネはアプリリーで今後販売する予定のものです。続いてのコーディネート、続いては上下ともにアプリリーのアイテムなんですが、ベージュのワントーンコーデとなってます。で足元はまとめ役の濃いめのブラウンのブーツで合わせています。でポップアップで大人気だったツーピースボレロ付きシャツ、これは異素材ミックスでニットケープが特徴のトップスです。でこのクロップド丈のバランスがすごくどんなボトムスに合わせてもスタイルアップして見えます。でウエストのところがゴムでキュッとなってるので、ウエストは一番細いところで止まってくれるのがポイントです。めちゃめちゃ可愛いお気に入りのトップスです。でなのでハイウエストのスカートに合わせるとすごくバランスが取れるなと思ってエレガントに決めてみました。続いて3ルック目、ハードな印象のエコレザーパンツに襟付きの甘いボーダートップスを合わせてちょっと甘辛ミックスなコーディネートにしてみたんですが、このトップスのビビーというブランドを初めて購入したんだけどすごい可愛かった。こういう襟付きでフリフリした女の子らしいものがすごく好きなんだけど、甘すぎずまとめたかったのでエコレザーパンツのブラックと合わせました。代わりにバッグで差し色のピンクを持ってきて可愛らしい印象を保ちつつハードな印象に。そしてこのパンツはハイウエストでしっかりボリューム感はあるんだけど裾にかけてすっきりとまとまる、そしてスリットも入ってるので足長効果に見えるパンツになってます。続いては4ルック目、続いては先ほどと打って変わってとっても甘々なフェミニンコーデで、このウールリバートレンチコートのベージュはすごくねシルエットが可愛くて、この後ろのシルエットがお気に入り。しっかり暖かいし、あとリバー縫製でちゃんとこうしなやかなシルエットが出るようにしています。これピンクもあります。まだ在庫あるので見てみてください。ロングコートって中に何を着ても様になるのでいいですよね、1枚持っておくと。そしてこのロングコートは中にボリュームのあるトップスを持ってきても着やすいシルエットにしてるのも特徴です。そしてこのニットのセットアップめちゃめちゃ可愛く仕上がりました。これピンク、ブラウン、イエローがあります。アプリリーをイメージしてこう私が手書きで描いたものをそのままロープ調のデザインにしてフロントに持ってきました。袖のボリューム感も何とも言えないボリューム感を出しつつ、ぬくもりのあるちょっと可愛らしいギュッと抱きしめたくなるようなものをテーマに作ったニットセットアップです。はい、こんな感じです。続いては5ルック目、少し知的なイメージそして学生さんっぽいスタイリングにしてみました。さっきのホワイトの色違いのワイドパンツブラックを合わせてフレイのブルーのシャツにユニクロのカーディガンを着るんじゃなくてかけるスタイル、そしてコンバースのスニーカーもアクセントになっております。これにピンヒールそしてジャケットをね羽織ったらちょっとコンサバっぽいオフィスカジュアル的なコーディネートにも大変身しちゃうと思います。スタバのタンブラーなんか持っちゃってパソコン片手にちょっと空き時間でスタバに作業しに行くよみたいなルックに仕上げました。結構ストンと落ちたワイドパンツなんだけど、ウエストがその分しっかりと引き締まったワイドパンツになっております。なので太めでもすっきりと見えるようなシルエットを保ちつつ履きやすさを重視したかったのでウエストゴムにしたワイドパンツ、これすっごくお気に入りなのでぜひチェックしてほしい、みんなにも。では6ルック目、続いてはもうここ最近ずっとトレンドなジップニット、スポーティー要素も取り入れつつアプリリーらしさを出したかったのでセーラー襟にしてみました。これはクロップド丈でまとまりがいいし、この袖とリブの切り替えをねこだわったのもポイントです。若干オーバーサイズなんだけどクロップド丈ですごくまとまりがいいのでアナイのとゆるっとしたワイドパンツに合わせています。でダットシューズ、このままちょっと公園にでも行けそうな、ちょっと打ちっぱなしとかバッティングセンターとかにでも行けちゃうルックです。このアナイのパンツすごいね生地感が良くてお気に入り。
続いてはセブンルック目です。女性らしくもちょっとハンサムな、そして丸の内にちょっとランチしに行くよっていうのをテーマにスタイリングをしてみました。最近グレーのパンツを合わせるのにすごくハマっていて、マザーっていうところのデニムなんだけど、アメリカ発のデニムブランドで、デニム素材にニット編みの手法を取り入れてカシミヤのように柔らかくするっていうストレッチ性があるというのが特徴のデニムになってるので、すごく履き心地のいいデニム、そして裾のカットオフのデザイン性プラスされて、そこもお気に入りポイントです。そしてこのトップスはツイードジャケットなんですけど、これもね、着るだけですごく小柄に見えるというか、クロップド丈になっているので、どんなボトムスに合わせてもすごくスタイルアップして見えるジャケットです。これは人気でね、ブラックは確か売り切れちゃったんだけど、ホワイトはまだあると思います。続いては8ルック目です。ハーベストにエコレザーパンツを合わせた、素材に差をつけたスタイリングになっております。ホワイトピンクでちょっとウサギちゃんみたいなイメージでスタイリングしたんだけど、どうですかね。このファーベストは今年もトレンドなんだけど、全面ファーにせずにフロントだけファーにして、ボリューム感がすごく出ちゃうと思うんだけど、そこをなんとかコンパクトにスリムにまとまるようにっていうシルエットにこだわったのもポイントで、もうなんといってもすごいね、ふわふわで柔らかい、みんな気持ちいいって言ってくれます。このトップスにはさりげない AR ロゴが入っております。こんな感じのスタイリングです。続いては9ルック目。はい、続いてのルックはブラウンのレザーパンツを履いて、もうこれぞ秋ルックって感じですね。こう締め色にブラックを帽子バッグヒールに持ってきました。このレザーパンツはエストネーションのものなんだけど、フレアになっているのも可愛くてお気に入りです。このカーディガンはアプリリーの AP っていうロゴを作って、それを総柄にして張り抜きで落とし込みました。ということで、続いてが最後の10ルック目。先ほどのエコレザーパンツも着回ししています。同じトーンの配色で仕上げるルックがすごく好みで、これもベージュブラウンとかでまとめました。このジャケットとパンツエストネーションで、私エストネーションすごく好きで、よくお買い物しています。で、中にはアプリリーのトップスを着てるんだけど、これがハイネックすぎず程よい長さで、ジャケットとかカーディガンにでもどんなものにでも合わせやすいトップスになっています。ちょっと大人っぽいルックですね。最後はこれお気に入り。先ほどから登場しているこのウォレットバッグは、アプリリーから10月29日発売される新作のバッグなんだけど、ウォレットとバッグが一体化しているという機能性があるものが特徴です。で、小銭もしっかり入るし、現金もね、カードもたくさん持ち歩きたい、ハンカチ、ティッシュとかリップとか最低限のもの一緒に持ち歩けるバッグが欲しいっていうリクエストがあったので作ってみました。これはとっても可愛く仕上がったので、ぜひ29日の販売楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、という感じでアプリリーの新作もちょこちょこと紹介させていただいたんですけど、 AW ポップアップに向けてたくさん用意したので、ぜひアプリリーの商品もチェックしてくれると嬉しいなと思います。そして秋の10ルック楽しんでくださったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。